からばっかじゃん。弟、表向きはボランティアとか言っておいて、裏でこっそりお宝を探してるわけじゃないよね。そんなことをするわけがないだろう。お、ねえ、これって何の機械だと思う？画面とキーボードがついてる。まさか自動騎兵を操るための端末？ほら、ここにメモが貼ってある。セルゲーブの持ち主の名前かな。どっかで聞いたことがあるような。姉さん、ここにあるものは全て文化財だ。むやみに触らないでくれ。万が一壊したら大変なことになる。くれたんだ。待ってたよ。久しぶりだな、開拓者。僕はグループで話せばいいと言ったんだが、姉さんが顔を見て話したいと言って聞かなくて、こうして来てもらうことにしたんだ。そのこれは姉さんの思いつきなんだ。ここなら陰謀めいた雰囲気が出ると言って。僕もたまたま博物館で手伝いをしていたところだったから、姉さんと一緒に君を待っていたというわけだ。実は今回あんたを呼んだのは、リンクスについて話したかったからなんだ。僕たちの妹でランドゥー家の末っ子だ。彼女は最近雪原の科学観察から戻ってきたんだが、ずっと調子が悪そうで、何か思い悩んでいるようなんだ。しかし僕たちには絶対に何があったのか教えようとしない。彼女が心配で、できることなら助けてあげたいとも思うが、何も手がかりがない状態だ。この前会った時は誰かに会うために雪原に行く準備をしてたみたいで、ストーブセットを要求されたけど、いくら私たちが遠回しに聞いても絶対に誰に会いに行くのか教えてくれなくて、はあ、姉として情けない。そこで私たちの代わりにあんたに偵察を頼もうと思ったってわけ。もう一つ頼みがある。できるだけ彼女に気づかれないようにしてほしい。さもないとリンクスは僕たちに怒りをぶつけてくるだろう。ありがとう。あの子が軽い気持ちで知らない人に会うのはやっぱり心配だからね。リンクスは一人で雪原に行くことも多いから、僕たちも彼女は自分の身を守れる子だと信じてきた。だが今回は特殊な状況だ。もし悪人に利用され危険にさらされたらと思うと。あ、そうだ。リンタンを探しに行くならあの子の特徴を教えておかないとね。安心して、すごく目立つ子だから。私たちと同じ金髪で、それから背は小さめで、いつもふわふわした帽子をかぶってて、私の推測が正しければ雪原入り口の近くで誰かを待ってるはずだ。とにかく私たちの可愛い妹を頼んだよ。何かあったらすぐに連絡して。妹のことは頼んだ。
いる子供、セイバルが言ってた特徴と一致する。多分あれがリンクスだな。とりあえずここから観察してみよう。リンタン、お待たせしました。それじゃあ出発しよう。行政区から雪原まで結構かかりましたね。すごい雪、北方山脈より降っている気がします。この様子だと雪は夜まで強くなる一方だと思う。ペラ、ちゃんと防寒着の準備はしてきた？はい、言われた通りに準備してきました。あなたの野営マニュアルのおかげです。マニュアルに従ってこれから適切な野営場所を探せばいいんですよね。平坦で乾燥していて風が当たらない日陰、そして少し高くなっている場所。さすがペラ、完璧だね。でもこの辺りで条件に合う野営地を見つけるのは難しいかも。このまま進みながら探そう。もちろんオーロラの観察に適した場所。ありがとうございます、リンタン。それではあなたに任せて、私はおとなしく後についていきますね。野営地は平坦で乾燥していて風が当たらない日陰で少し高くなっていて、そしてオーロラの観察にも適している場所、なかなか難しいですね。